はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は10月3日にマイナーチェンジとなったメルセデスベンツのミドルクラス SUV GLC のエクステリアとインテリアを詳しくチェックしていきたいと思います。 GLC というと2016年に登場した初代モデルで、なおかつ C クラスの SUV バージョンとして認知されていると思います。実はこれの前衛モデルとして GLK クラスというものが存在してたんですが、2015年頃から始まったセダンで使っている A から S の名称を SUV の各モデルにも採用しようという方針があって、今の GLC クラスが誕生したんですね。そしてモデル初のマイナーチェンジが実施されたということで早速見ていきたいんですが、まずは今回見ていく車のグレードをご紹介しておきましょう。ディーラーさんで展示されていたのは GLC220D フォーマティックで、車両本体価格は690万円。そこに AMG ラインやパノラミックスライディングルーフ、さらには延長保証にメンテパックなどを含めて総額800万円となっています。諸経費を入れるともう少し上がりますし、オプションを含めた装備内容は素晴らしいといえども、なかなか簡単に手が出せる金額ではありませんね。これについての詳しい見積もりはブログ記事で紹介予定なので、概要欄のリンクからそちらもぜひチェックしてみてください。ではまずマイナーチェンジした GLC のエクステリアを見ていきましょう。フロント周りに関しては前期型と大きく変わっており、まるでフルモデルチェンジを遂げたのかと思うくらいにデザインが一新されていますね。また全体的に見ると兄貴分の GLE クラスにかなり似せてきたなという印象です。バンパー形状はより立体感のある造形とし、ロア部分を一つながりにすることでワイド感を強調。ヘッドライトの衣装にも手が加えられ、シャープさが随分と増しています。なお今回の車両にはメーカーオプションの AMG ラインが装備されており、メッキ化色のアンダーガードやダイヤモンドグリルなんかは専用パーツの一つですね。パッケージの総額は約58万円と高額ですが、スポーティーさとラグジュアリーさを高める外装パーツ以外にも様々な装備がプラスされるので、トータル的な割高感は感じません。このきらびやかなグリルは最新メルセデスのアイコンとしても定評がありますし、通常モデルのダブルルーバータイプよりはこちらの方が迫力感もあってかっこいいですよね。ただし下部分の樹脂パーツはお世辞にも質感がいいとは言えません。以前新型 CLA クーピア B クラスをインプレッションした時に同じようなコメントをしたはずですが、正直800万円を超える GLC クラスでこの質感ならむしろあの2台は妥当と言えますよね。車格を考えるならせめてブラック塗装くらいはしてほしかったところ。バンパーサイドに風が抜けるためのスリットが入っているのは好印象です。ヘッドライトについてはこちらも AMG ライン装着車にはマルチビーム LED ヘッドライトが装備され、その中には CLA クーピア B クラスにはない 650m 先まで照らしてくれるウルトラハイビーム機能も備わります。また片側84個の LED を個別制御することで、前走車や対向車の部分以外をハイビームで照らすことができるアダプティブハイビームアシストプラスという先進機能も装備されるので、ますます AMG ラインをおすすめしたいですね。内部のデザインは先ほどもお話しした通りマイチェン前から変更されていますので、ポジションランプやウインカーはこのように点灯します。独特なラインをしていますが、見慣れてくるとこれが結構おしゃれで良かったりします。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4658mm、 全幅 1890mm、 そして前高は 1644mm となっています。全長はそこまでという印象ですが、横幅が 1.9m 弱もあるのは狭い道路や駐車場探しで少し苦労しそうな印象。私が普段乗っている新型ラブ4が横幅 1855mm で、これでも時々大きいなと感じることがあります。なので日本で普段使いするには GLC のサイズ感がギリギリかなと思ったりはしますね。とはいえ SUV は前高が高い分アイポイントも高いので、
見下ろしたように運転できて、視界面のストレスはほぼ感じません。この点はいいところの一つですね。サイドシルエットは前期型と大きな違いはないので、メッキ調のウィンドウモールやルーフレールは変わらずといったところ。ホイールはメルセデスでおなじみの19インチ AMG ファインツインスポークアルミホイールを採用。これも AMG ラインに含まれる装備ですが、実は GLC300 フォーマティックには20インチのチタニウムグレーをまとったこちらを初採用。かっこいいのはもちろんのことながら、やっぱり新鮮味があるのはポイント高いですよね。ただ残念ながら GLC220D フォーマティックには装備できませんので、この点は残念です。ブレーキについては AMG ライン装着車ということで、メルセデスベンツのロゴが入ったキャリパーにドリルドディスクが組み合わさり、足元全体の華やかさを高めていました。リアはノーマルモデルと変わりませんが、金額を考えればここも専用品にしてほしかったですし、下のクラスと差別化ができて所有欲がさらに高まりそうだなと思いました。リアのデザインも変更されていますが、フロントに比べると控えめで、見比べないとなかなか違いに気づかないかもしれません。変わったポイントはまずリアコンビネーションランプ内の衣装になります。外枠形状は前期型と同じでありながら、中はガラッと変えており、さらにスタイリッシュでクールな点灯方式を採用。ポジションライトはこんな感じに点灯します。GLE クラスもそうでしたが、おそらく今後はこのような点灯スタイルが主流になっていくと思われますし、質感面もかなりいいので、これから登場する SUV シリーズが楽しみですね。なおウィンカーはこんな感じです。 GLC クラスの灯火類はフロントリアともにフル LED を採用しており、さすがはメルセデスクオリティといったところ。もう一つ、今回の AMG ライン装着車ではバンパー下部の造形が変更され、メッキ加色のディテールはほぼそのままにディフューザーがついた感じですね。従来のモデルもスクエア形状で似た雰囲気を醸していましたが、さらに力強さが増した印象です。ただし A クラスや B クラスと同じく、やっぱりバンパー一体型のマフラーエンドはダミーになっているんですね。これだけダイナミックな見せ方をしているのにもったいないなと感じました。続いては GLC のインテリアを全席からチェックしていきましょう。まずはドアトリムから。インテリアカラーは標準的な黒を基調としており、落ち着き感のある印象です。アッパートリムにはソフトパッドが使われ、アクセントに白のステッチも入っていますね。またインテリアトリムにはブラックアッシュウッドと呼ばれる本木素材を使用し、上位車種も顔負けの質感を実現。ウッドパネル下のトリムやアームレストもソフトパッドですし、なんと下のトリムまで少し柔らかな材質で仕上げてありました。ミドルクラスといえども恐ろしいほど高品質であることがわかります。シートの調節スイッチはメルセデス伝統のこの位置に装着され、それぞれの体格に合わせて膝裏の調整ができるサイサポートも標準装備されます。シートヒーターは装備されていますが、ベンチレーション機能はオプションになっていますね。ドアポケットも結構な広さがあるほか、底部分にはラバーマットが敷かれていて、見えないところまでしっかり作り込まれています。シートには AMG ライン専用でファブリックと合成比較のコンビタイプとなるレザーアルティコ&ディナミカシートを採用。また前席は AMG スポーツシートになっているため、サイドサポートの形状がかなり絞り込まれ、高いホールド性を実現しています。触った感じの質感も上々でいいなとは思ったものの、こちらも800万円オーバーな点を考えると、本革シートを標準装備にしてもいいかなとは思いますね。イルミネーション付きのスカッフプレートは全車標準装備。ステンレス製のペダルに関しては AMG ライン専用装備となります。では乗り込んでいきましょう。ライトスイッチを見るとオフの項目は存在せず、暗くなると強制的にライトオンになるタイプですね。
その下はメッキ加色がされた電動パーキングブレーキの操作スイッチです。信号待ちなどでブレーキペダルから足を離しても停車状態を維持するホールド機能はもちろん装備していますよ。 AMG スポーツステアリングと呼ばれるこちらにはパンチング加工のレザー巻きでグリップ力は抜群。そしてマイナーチェンジモデルということで注目したいのは最新車種でおなじみのステアリングスイッチが採用されたこと。質感が高いだけでなく手元のボタン類でほとんどの機能を操作できるためすごく利便性の高いものに仕上がっています。何やら物々しくスイッチが並んでいるので一見使いづらそうにも見えますが実際に最新メルセデスをお借りして乗った印象だと半日もすれば慣れてくるので操作性もかなり考えて作り込んであるなという印象でした。もう一つマイナーチェンジで変わったところといえば 12.3 インチのフルデジタルメーターが採用されたことです。ディーラーさんの展示車である GLC220D には装備されていないためこちらは通常タイプのメーターですが先日行ってきた東京モーターショーの展示車両にはそのデジタルメーターが搭載されていました。それがこちら。通常のメーターパネルよりも圧倒的に近未来感がありますしまた視認性も高いですよね。なのでぜひこれをおすすめしたいところですが 220D でこれをつけるにはレザーエクスクルーシブパッケージと呼ばれる約70万円のオプション装備が必須となるので気軽に装備できないのは非常に残念です。いやー本当うまい商売をしてきますね。さあこちらもマイナーチェンジで変更された部分でありナビディスプレイが従来の 8.4 インチから 10.25 インチへサイズアップされました。前期型の弱点でもあったナビサイズを拡大したことにより商品力も格段に向上しています。また「はいメルセデス」と話すだけでエアコンの温度調節やナビの目的地設定などができる機能を含んだ MBUX も搭載されています。こうやってインテリアの変更点を見ているとマイナーチェンジ前と後では機能性が大幅に異なるでしょうしこれから GLC を購入しようと検討している方は間違いなく後期モデルを買った方が数年後の満足度は高いはず。エアコン吹き出し口や各種スイッチ類のレイアウトは前のモデルと同じですね。センターパネルにもふんだんに本木があしらわれ質感はこれ以上ないくらいに素晴らしいなと感じます。こちらのリッドを開けると中はラバーマットが敷かれたドリンクホルダーと奥にはワイヤレスチャージングが用意され右側にはタイプ C の USB ポートが一口備わっていますね。その手前にあるのがナビを操作するためのタッチパッドやスイッチ類になります。画面そのものもタッチパッドになっているので直接操作もできますが手元で素早く操作したり先ほども見たようにステアリングスイッチで操作することも可能です。それにしてもインテリアの質感はやっぱり驚くほどいいです。合成比較のダッシュボードであったり本アルミパネルが贅沢に使用されていたりまた64色から選択可能なアンビエントライトも標準装備されます。車両価格を考えれば妥当かもしれませんがライバル含めてトップクラスの質感であることに違いありませんね。センターコンソールボックスは機毛仕上げになっていて中には照明もついてますしフロント側にタイプ C の USB が2口装備されますね。グローブボックスも同じく機毛仕上げで照明付き。室内の照明類は全て LED でメルセデスならではの暖色系が使われていました。お次は後席を見ていきます。ドアトリムはフロントと同じくブラック一色で仕上げられ合成比較やウッドパネルが惜しみなく使われています。ただしアンダーパネルはフロントドアと違ってハードプラになっていました。ドアポケットは必要十分なサイズ感です。スカッフプレートはさすがに装備されていませんね。シートについても質感なんかはもちろん前席と変わりませんし1.9 メートル弱もある横幅のおかげでそれぞれのシートがゆったりしたサイズになっていますので快適性はかなり高いです。ヘッドクリアランスはライバルの BMW X3 に分がある印象ですが
拳2つ程度の広さがあるので狭いという感じではないですね。では乗り込んでいきます。フロントシートがやや後ろに下がった状態でも2スペースは拳2つ分を確保できますし、運転席を正しいドラポジに調整すればかなり広々としそうです。足元もシート下に収まるので窮屈感はなし。リアのセンターアームレストはドリンクホルダーが2つ入るほか、紐加工のされたストレージボックスが用意されています。シートバックポケットはネットタイプではなく、高級車でよく見かける伸縮式タイプを採用です。そして3ゾーンフルオートエアコンを標準装備していますので、後席は後席で温度調整することが可能。これが標準なのは嬉しいですね。その下にはタイプ C の USB ポートが一口とシガーソケットが用意されていました。照明については左右1個ずつ備わり、高級車前としていますね。ラストはラゲッジスペースをチェックしていきましょう。気になる荷室容量は通常時だと550リッター。開口部も大きく取ってあり、荷物の出し入れがしやすそうですし、高さもあるので、やはりこのクラスとなると実用性はバッチリですね。ラゲッジ照明は左右に1つずつ用意されるほか、トノカバーも標準装備されます。左側には仕切りネットで区切られたスペースがあるので、小物なんかをしまっておけそうですね。 GLC のリアシートは4対2対4の分割加工方式を採用しているため、スキー板や長いものを乗せても4人で座ることができちゃうんです。私が乗っている新型ラブ4にもぜひ欲しかった機能の一つで、本当に羨ましいです。しかもリアシートはラゲッジ側からでも倒すことが可能。さらに電動で行えるというのはさすがとしか言えませんね。さてリアシートをすべて倒した時の荷室容量は1600リッター。これは BMW X3 と同じ容量ですが、Audi Q5 よりは50リッター広い空間になっています。かなり広くて使い勝手もいいですし、何よりもリアシートとラゲッジスペースのつなぎ目に段差がないこと、そしてシートバックの傾斜角が緩い点は素晴らしいポイントです。これなら車中泊を余裕でこなせますし、大人2人でも十分寝転べるラゲッジスペースであるのは間違いなし。荷物を積むだけならそこまで重要ではありませんが、車中泊という視点では段差や傾斜は死活問題なので、しっかりとチェックしておきました。ラゲッジアンダーにも収納スペースがたっぷり設けてあるので、サイドポケットだけでなく、ここにも小物類をしまっておけそうですね。収納スペースも文句なしで、実用性の高さに加えてマイナーチェンジで近未来感も手に入れた1台がこの GLC クラスと言えるでしょう。というわけでマイナーチェンジされました GLC のエクステリア・インテリア編はこれで以上となります。試乗インプレッションについてはブログの記事で紹介しますので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。